フリッツ・シュトルテンベルク、ミュンヘン美術院で学んだ。1882年には、南デンマークのイー・ヤンソン教区に作られた、カンセラーコロニー・イカンスン、エーケンズント芸術家村で活動し、また、デンマーク最北端の漁村、スケーンにしばしば旅し、スケーン派の画家の人々と交流した。1889年に裕福なハンブルクの女性と結婚し、生活の心配がなくなり、故郷のキールに住み、ベルギーやオランダなど、ヨーロッパ各地を旅し、アルジェリアも訪れた。外交派で印象派の影響も受けて、海洋画、港の風景や風景画を描いた。1914年に引退し、シェーンベルクに移り、1921年にシェーンベルクで没した。シュトルテンベルクの作品はキール美術館、スケーン美術館に収められている。ありがとうございます。